私最後の厄払いしたよ。久しぶりだね。最後はね、今日は厚着ね、いつもの厚着の重ってやつをっけてバンズメしてエバー搬入して終わりじゃない。今日はなんか動画全然出してなかったし、ごめん、仕返しも全然返してなくてごめん。さっき終わったかな一応。でさ、ちょっと待って、先にさ、なんかね昨日から喉痛いの。先にちょっとハッピーバースデーが2人いるからさ、3人いるからさ2人か。まずあれだね、いつもねコメントくれるチョコちゃんの娘ちゃんのリオナちゃんって言ったかな、リオナちゃんが年末31か、明日明後日だか、そう本当年末お誕生日で、でもう一人がねこれもいつもコメントくれるリンちゃんの猫ちゃん猫ちゃんの名前がリンちゃんなんだって。そうね、じゃあリンちゃんの猫ちゃんのリンちゃんね。じゃあ2人まとめていきたいと思いますね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリオナちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリンちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア俺誕生日過ぎたけどね46歳になりました。26日でね。ハッピーバースデートゥーユー。俺お休みがね、今日29だっけ、明日から30、31、1、2、3、4日までだね。で5日から仕事始め、まあ5日は仕事始めっつっても大した仕事ないからね、ちょろっとやって、で6日仕事始まって、でまた土曜日か、ね、本格的には9日ぐらいからになるかな、ね、一応仕事始めは5日から、ね、でしょ。なっちゃんがね明日まで仕事つったっけかな、ね、明日ギリギリまで仕事で、31と三元一は休みって言ったかな、なっちゃんも3日まで、ね、そうでしょ。そんでさ、なんか GoPro ちゃんも全然回してない、充電あんのかな、お、充電入ってる。帰り回そうか。いらないか、ね。これね、口で消せるんだよ。GoPro 電源オフ。ほら。
声で反応するの、ね、トラック YouTuber 必須だからね。手でボタンやったら危ないでしょ。だから声で、ね、言ったらついちゃうけど、ね、電源オンとか、ね、コップロビデオスタートついたらダメだよ口でね、あの動かせるのすごいでしょ、ね、そうでも俺の GoPro ちゃんもボロいからさ、あの声で言っても反応しないこともたびたびあるしさピッて動いたと思ったらさ、ピピピピピピッつってさ、後から見たら電池切れとかねよくあるそうでね、ちょっとね、どうしようかな、先話しちゃおうか。あのさ、結論から言うとさ、なっちゃんとすーちゃんが来年の春仙台帰ることになって、で、まあ、それっていうのがさ、別にあの喧嘩してとかどうとかそういうネガティブな理由じゃなくてね、あのすごい仲良しだよ、すごい仲良しでさ、あのすーちゃんがほら今不登校なんだけどさ、ね、あのまあ、ちょっとねこっちのねほらあの近所の小学校の先生がすごいいい先生でさ、友達とか合わせてくれたりして、学校は行ってないけどこうちょっと友達がちょっとだけできたりもしたんだけど、まあ、やっぱりこう、まあ、そんな長く続かなくてさ、結局行ってないんだけど、でやっぱすーちゃんってね、行っちゃえばほらね、俺らの都合でさこっちにポコーンって連れてこられちゃったからさ、向こうにやっぱ仙台に親友すごい仲いい子が一人いてさ、そうそうで、やっぱ仙台ね、たまに帰るときもその子に会うのがほんと楽しみでさ、そうだからやっぱスーちゃん的にはやっぱスー、ね、仙台にいたいよね。そう、そんでもなんだかんだかって2年さこっちで楽しくさね暮らして、最初はほんと大変だったけどね。でスーちゃんがさ、ほら中学校、仙台の中、仙台だったら中学校行ってみたいかもっていうのが起こったんでさ、そうで、やっぱ俺もなっちゃんもほらスーちゃんのさね、あの意思は一番尊重したいからさね、でまあそれまあもう完全に決定したんだけど、まあそれが話してたのが夏とか春、夏ぐらい、春ぐらいだったかな、スーちゃんが中学校行きたいって言い出してさ、そうで、まあいろいろね、まだ問題はいろいろとあるんだけどさ、まずすーちゃんがそのね中学校行きたいっていうのをまず一番に考えた時にさ、俺がやっぱ一番ね一緒に帰ってあげれればさ、それが一番いいんだけどさ、ちょっと俺もねこっち俺帰れないちょっと理由があるからさ、そうちょっとまあ早くても3、4年はちょっとこっちでやんなきゃいけないことがあって帰れなくてさ、でかといってスーちゃん一人で帰すわけいかないからさ、当然さなっちゃんとスーちゃんじゃ仙台帰るってことになって、そう俺はこっちでねそうまた離れて暮らすことになるんだけどさ、そうまあ考えてもしょうがないよね、うん、そうまずはさスーちゃんのことを考えた時にさ、そうで俺もいろいろやっぱここ半年ずっと考えててさ、うんねだからほら結局ほらなっちゃんはねほら離婚してあのねスーちゃんね連れてきたけどさ、まあでも言っちゃえば仙台にまあスーちゃんからしてみたらやっぱねパパだよね、そうちゃんパパがさ仙台いるしさ、そうねだからまあねなんかこういう言い方したらあれだけど、俺出るまくないっつったらあれだけどさ、なんかねだから俺仙台にスーちゃん帰るんだったらさ、なっちゃんもかだから俺っていうほら存在ってさなんか必要ないのかなって思っちゃったりとかさ、スーちゃんこれからねもう思春期ねだいぶ長生きね口利くようになったけど、でまだまだ可愛いけどねそうやっぱこれから中学校高校ってなってさ、うんなんかねほら俺
ていう、結局今席、ね、前も言ったけど席はまだ入れてないからさ、結局スーちゃんっていうのは実際まだ俺にとってはほら、スーちゃんにとってはただの他人の同居してるおっさんだからさ、そうだからね、この機会にだからちょっと俺はね、スーちゃん、なっちゃんの元から離れた方がいいのかなとかさ、まあ、いろいろ考えてさ、うん、半年間悩んで、そう、まあでもなっちゃんとも何回も話し合って、そう、まあとりあえず一応落ち着くとこには落ち着いてさ、うん、俺もほらだからね、ここも2年ぐらい帰ってないけどさ、来年2人が帰ってから俺もね、そんな頻繁には帰れないけどさ、定期的に仙台帰ってさ、うん、で幸いになんかスーちゃんもなんかさ、あのスーちゃんが嫌だったら俺もほらね、無理に会おうと思わないけど、なんかスーちゃんでも仙台帰ってもなんか俺のこと別に構ってくれるみたいだからね、ちょっとたまに仙台帰ったらね、一緒にご飯食べたりさ、なんかそれできたらいいなみたいな話をしててさ、そうで、前さ5月にスーちゃん誕生日、5月の25日あ、ごめん、スーちゃん。5月24日。あ、違う。5月23。あ、ちょっと待って、ごめん、スーちゃん、ごめん。24じゃなかったっけ。誕生日、スーちゃんさ、その時の動画で、あれ、言ってないか。そう、ちょろっとエンディングで書いたんだけどさ、ほら、スーちゃんとなっちゃん、去年、一昨年か、こっちに来てさ、あの、順風満帆じゃなかったんだよね、あのさ、動画ではなんか、なんか楽しそうにやってたけどさ、蓋開けたら現実は全然違ってさ、うん、まあだよね、だからスーちゃんがやっぱ最初俺にさ、ほら社交辞令的に愛想笑いはしてくれるけど、あの俺に懐いてくれてないのは分かっててさ、そうで俺もなんかこうほらなんとかスーちゃん楽しませようとさ、うん、なんかいろいろするんだけど全部空回りでさ、そうで本当最初の頃なんかスーちゃんいつも泣いてたみたいで、そうもうやだやだつって仙台帰りたいつってさ、うん、でまあそうだよね、スーちゃんの気持ち考えたらさ、急に友達と引き離されてさ、横浜のよくわかんないところに来てさ、よくわかんないおっさんと同居させられてさ、友達もいなくてさ、そうだから俺もなんかそう、その時に一回だから考えたんだよね、やっぱりちょっとね、あのスーちゃんのこと考えたらやっぱ仙台ね帰った方がいいかもしれないねってさ、そうでもその後にさ何回も話し合ったりさ、そうスーちゃんとも話した、そう初めて向き合ったのかな、そうでさ、半年1年ぐらいか、もうさ本当にすげえ大変だったね、そうだからね本当にね、あのまあ多分ね、あの時の動画とかね、最初スーちゃんこっち来た頃のやつとかで、ね、見返すとね、そうなんだよ、あのそうやっぱりね、そう俺とスーちゃんの間にこんぐらいの分厚い壁があって、そう、うん、俺が勝手に一方的に、あ、そろそろ慣れてきてくれたかなって思い込んでた部分もあったけど、全然慣れてなくてさ、そう。でもなんかそれがね、なんか、何がきっかけかはなんかちょっとこう、曖昧なんだけど、なんかね、ある瞬間から、なんか、そう、スーちゃんがね、俺に対するスーちゃんの対応が変わった瞬間があって、なんかその時に、あ、なんか初めてスーちゃん俺のことを受け入れてくれたのかなってさ、そう、ね、で最初さあれだよね、なんかさ なっちゃんもだからさ、ほらスーちゃんがそんな感じだから、結局仕事をほらこっち来てするつもりだったんだけど、結局スーちゃんほら置いと一人にしてできないからさ、なっちゃんも仕事できなくてさ、そうで仕事できなくてやっぱ家いるから、なっちゃんもやっぱストレス溜まるじゃん、やっぱさ、で俺も去年一昨年ぐらいから
去年かそう、あのうまくこう稼げなくてさ、そうでなっちゃんも結構さ体調崩しちゃったりとかして仕事休んだりして、なんかもうなんか全部空回りしちゃって、だからもう全然なんか俺の給料じゃ生活できなくなっちゃってさ、でなっちゃんに働いてね欲しいけど結局すーちゃんのこと考えたら働けないしとかさ、もうそういうもういろんなのが悪循環でさ、そう実は去年ぐっちゃぐちゃだったんだよ動画ではさ、でみんなに心配かけないようにさ楽しくやってるよなんて言ってたけど、ごめん嘘ついた、本当はもう去年本当すごい大変で、そう俺とすーちゃんの関係もしかり、そうなっちゃんとも本当何回も喧嘩したしさ、そうでもそのもう本当にもうすげえいろんなことがあって、もう本当に何回もあもうダメかなって思ったけどさ、そんでもこうなっちゃんとすーちゃんの協力があってさ、今勝って3人本当に本当に仲いいのまあ俺こんなんだからなっちゃんいつも怒ってっけどさそう俺がダメ人間すぎてなっちゃんいつも怒ってるけど、でもほんとすげえ今仲良くてほんと楽しい、もう3人でいるとほんとすげえ楽しいのね、もう夜とかご飯食べながらでもさ、もうくだんないことで3人で爆笑してさご飯食べてさ、そうそうなのでさ、やっとねこれが幸せかっつってさ、で俺もでいろいろこう仕事やり方変えたりなんだりこうさいろいろ試行錯誤してさ、やっとなんとか今年の春先ぐらいから結構安定して稼げるようになってきてさ、でなっちゃんもほらすーちゃんそうやってね、すーちゃんが変わってくれたおかげでさ、なっちゃんも仕事出れるようになってさ仕事始めたからさ、生活の面でも楽になったし、メンタル的にも、なっちゃんもやっぱ働けばさ、やっぱほら、ね、今までずっと家にこもって溜まってたストレスが、やっぱ仕事すればね、そう、やっぱ、だいぶだからなっちゃんもほんとすごい明るくなって、生活にも余裕出てきてさ、仲良くなって、やっと順風満帆だなって思ってた。矢先に、そういう話になってさ、うん。でもやっぱこれは、すーちゃんがやっぱね、仙台、の学校中学校行きたいって言うんであればさ、それは俺らはさね、ダメとは言えないからさ、じゃあすーちゃん中学校仙台行くためにね、じゃあどうして やっていこうかっつってさ、いろいろ転校編入手続きとか今ねなっちゃんやっててさ、そう何の話だか、なんか長くなりすぎたねごめん、あのさ、あ、待って、俺、なっちゃんから LINE 来た。仕事行ってくるよって。あ、なっちゃん、そっか、もう出勤する時間だ。え、うん、あ、だからもう、これ現場から電話来るんじゃない？そろそろ、大丈夫。そう。まあ、だから、ちょっとね、ちょっといろいろ、ここにね、いろいろありすぎて、そう、今年はなんかちょっとこうね、なんか、とりあえず、もう今日で仕事納めだけど、なんかさほっとしたような、なんかちょっとこう気の抜けたよ、気の抜けたというか、なんかちょっとこうさ、 なんかうまく表現できない、そうだからさね、またいいよ、ちょっと続きまた喋ろうね、とりあえずまださあと 3,4 ヶ月か3ヶ月ぐらいはとりあえず3人で入れるから、うん、だからさ俺あのほら先輩とかさ会社の忘年会だったりとかいろいろとかさこうね誘われてるんだけど全部断ってて、だから今やっぱほらね3人でいる時間をさちょっと少しでもさねあのねほんと1日でも無駄にしたくなくて、だから今全部お断りしてんの、ね、先輩たちもあれとかさ、ほんとごめんなさいね、そうだからね、別にね
仙台なんかほらね、高速ビューンって乗ったらさね、俺の運転でもほら乗用車だったらね、5時間ぐらいで着く距離じゃん、ね、だからさ別にね会えなくなるわけじゃないから、ちょっと遠くなるだけね。ね、だからさ俺一応だから2人帰ったらさ、俺もうほら今の部屋にさ一人でいてもしょうがないしさ、あの会社なんか寮があるって聞いてさ、あの品川かなんかあっちの方に寮があるみたいで、そう家賃もほら寮だからすげえ安いからさ、うん、だからちょっと俺も2人帰ったら俺もそっちの寮に入ろうかなと思ってさ、ね、ね、てかむしろ今3人で住んでたあの部屋にさ一人で帰りたくないよねもうね。ね、あの連休とかでなっちゃんとかすーちゃんがさ仙台帰ってる時も寂しかったけどさ、でもあれはほらまた帰ってくるって分かってるじゃん、眩しい、そうまた帰ってくるって分かってるしさ、ほらなっちゃんとかすーちゃんのものもあるから安心感あるけど、ね、2人が引っ越したらもうあの部屋もぬけの殻になるじゃん、俺もそんな部屋いたくないよね、そうだからね、引っ越しはもうみんなでなっちゃんとすーちゃんの荷物出したら俺もうすぐそっちの会社の寮に引っ越すから、うん、なんかちょっと待って、年末にしみた話になったからさ、ちょっとこの辺で終わりにしよう、なんか話がまとまんないからさ、一応だからさ遅かれ早かれ別にみんなには関係ないことなんだよ、俺の個人的なことだからさ、そうでもみんなほらね、コメントくれる皆さんとかさ、ね、まあ俺がいっぱい出してるからなんだけどさ、ね、そうすーちゃんなっちゃん気にかけてくれるからさ、一応ちょっと報告義務がある、あるかなと思ってちょっと年末最後にしみった動画を撮っちゃいました、ごめんなさい、許して、ごめんて、ごめんごめん、ほんとごめん。謝るから許して、あやばい、あ、待って、ほら、なっちゃん心配するから、ちょっと LINE、ちょっと仕返しするからね。だからもう終わり。ね。何の話か分かんなくなったけどさ。うん、だから、とりあえず今年一年、お疲れ様でした。ね。みんないろいろ、いいことも悪いこともあっただろうけどもさ。ね。来年はまた、ね、新規ってさ、良いことも悪いこともさ、もう絶対切り替えてさ、ね。来年もまた一年、いい年になるように。頑張りましょう。長くなりすぎたから終わり、疲れちゃう、ほら眩しいから目が腫れちゃうから。ちょっと分かんない、よく分かんない話になったから終わり、お疲れちゃう。月が落ちたから真っ暗闇で何を頼りに歩けばいいんだろう。束の間の夢はもろくも儚く見上げた空に何を願うだろう。足音を弾くだろう。たとえ無力でも決しては